毎年春になると増える痴漢やひったくり被害を防ぐため、旭川中央警察署による防犯教室が今月2日、イオンモール旭川駅前で行われました。およそ80人の市民が参加し、外を歩くときは遠回りになっても人通りの多い道を選ぶ、また携帯電話を見るなどよそ見をせず周囲に注意して歩くといった痴漢やひったくりの被害に遭わないための行動を学びました。拳というかですね、相手の動きを見ながら近づいてきたなと思ったときにスッとさばく。急に手をつかまれたり後ろから抱きつかれた時の逃げ方が紹介されていました。倒してその後、硬いところですね、頭の後ろで相手の顔面をガン。参加した人たちは早速練習していました。とても良かったです。学校に戻ったら同じ部活の子にも紹介したいなって思います。参加者が防犯の知識を十分高めた教室でした。沖縄の伝統楽器エイサー太鼓を作る教室が旭川市科学館サイパルで行われました。これは大人を対象にした工作教室。沖縄の楽器エイサー太鼓の一つ、手に持って叩く小さな太鼓パーランクーのキットを組み立てていきました。太鼓の枠に和紙を貼りバチで叩く面を作りました。皆真剣な表情で太鼓の縁に模様のついた紙を貼って完成させていました。早速音色を確かめていました。何回か沖縄行きましたからね、なんか思い出しますね。よかったと思います。作ってて面白いっていう感じしますね。お気に入りの楽器になったようですね。旭川市からのお願いです。ゴミのポイ捨てやタバコの吸い殻のポイ捨ては旭川市ゴミのポイ捨て禁止条例で禁止されています。ゴミはゴミ箱へ、吸い殻は灰皿へ。マナーを守ってポイ捨てのない旭川に、皆様のご協力をお願いします。